見えるかい？の研究所へのプロジェクターに入るかい？研究所へのプロジェクターに入るかい？すごいな、ここは。マッドドクターは何もかも大きくしたがるんだね。ああ、本当だね。うん、でも彼はどこにいるんだろう。何が起きてるんだ？危ない！
ミッキー。ドラゴンがまた道を消すかもしれない。
私はもうダメだ。変わらなければ今すぐに戻りたい、あの普通の暮らし。過ち正そう、一つずつ。オズワルドな、オズワルド、できるだろうか。そうならいいけど、これが終わりか始まりか。私はもうダメだ。やった、ミッキー、オズワルド、プロジェクターが直りましたよ。だがこれは言える、自信を止める、私ならできる。今に見ていろ。でもどうすればいい、普通の暮らしに戻るには。よう、お前たち、お祝いもいいんだが、その前にこいつを見てくれよ。サブステーションを直してたら、プロジェクターにこいつが挟まってたんだ。かなり壊れてるみたいだぞ。ギャグファクトリーのおもちゃかい？それがどうしたの？だからどっかのドイツ家がわざと入れたんだよ、プロジェクターを壊すためにな。壊されたって？誰なのか考えてるんだ。でもみんな友達だし、いいやつばかりだ。ああ、ダメだ。僕にはわからない。ゴールスに相談すべきかな。ギャグファクトリーって、ウェスコットが仕切ってるんだよね。ウェスコット、プロジェクターをいじるのが大好きなんだ。わざと壊したりしないよな。さっき顔を見に行ったんだけど、いなかったんだ。そういえばジャムフェイスがプレスコットがブロッドアレイで何か作ってるって言ってたな。ゴーストのイアンに相談した方がいい。ブロッドアレイとそこに住むスパッターたちの面倒を見てるからね。ブロッドアレイはイージーシッチにあるから、ミーストリートの北側からプロジェクターを使えばいいね。ゴーストを脅かしてやろう。ミーストリートの北側にイージーシッチへのプロジェクターがあるはず。